支援でラジオをいっぱいいただいていたので、そのラジオを配りながら、じゃあこのラジオを生かしたものって考えた時に中で FM できないかなって。でたまたまそのボランティアに来た人が福島 FM のスタッフだったので、その人に話を持ちかけたらトン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 っていう風にそのビッグパレットの中でラジオ放送ができたっていうのがまずきっかけ。避難所が閉鎖されるっていうことは皆さんも行き場所が決まってたわけですね。でもそのラジオが聞こえないって、それとそのラジオの電波を通じて人と人をつなげることができるなっていうふうに思ったんですね。全然やり方わからなくて、で総務省に直接電話をして、でどうやったらできるんですかっていう話をしたんですけど、ものすごい大きな壁があって、それはその被災地でなければならないっていうその壁だったんですよね、条件が。で富岡の場合はもちろん被災地ではありましたけれども、地元でラジオ局を開くわけにはいかないんですね。もう全町民が避難をしているので、そこで一人でやったって全然誰も聞いてくれる人がいないので、その避難先である郡山でやりたいっていうような話をしたんですけど、大変でした。前例がないので。なんかすごい短期間で解説して放送にこぎつけたっていうのはちょっとラジオでお伺いしたんですけど、一応6月ぐらいにもう避難所の役目は終わるよ、8月で終わるよって話も聞いていたので、じゃあどうにかしなくちゃいけないなっていうふうに思ってたんですけれども、ここの建物が建たないとスタジオがどこにありますかっていうのを一緒に申請しなくちゃいけないので、できるまで待たなければいけなかったんですね。でその期間がある程度ありましたので、その間にもうあちこち の総務省に電話をしたり、それから東北総合通信局に掛け合ったりしてたんですけれども、である時にその NHK の、 その文化放送研究所っていうところにお勤め の方がふらっと訪ねてきてくれたんですよ。でラジオやるんだってって、たまたま私が総務省に電話をしていって、総務省の担当者がその方が総務省に行った時に富岡でやるらしいよっていう話を聞いて飛んできてくれた。でやるのって、実はこういうわけでって、でも難しいけど頑張れるってやりますって言ったら、まあ、その人がやっぱり放送関係詳しいのでいろんなところに掛け合ってくれて、で、まあ、申請の出し方から電波をこうどこまで届くかっていうのをこう探さなくちゃいけないですよね。そういうのも手配してくれて、でいつからやるっていう話になった時に、私は3月11日って言ったら、もうその時はもう2月の末だったんですよ。でもう申請は出してたので、いつ許可が下りるかっていう感じの時だったので、そしたら周りから絶対無理って言われたんですけど、でも無理でもいい3月11日って宣言をしたんです。そしたらトン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 ってきて3月11日開局、ようやく1年を迎えてっていう感じです。すごいドラマあったんですね。そう、そうなの。あのね、強く物事を願うとその物事を助けてくれる人がやってくるっていうのもすごくよく分かりましたね。放送時間をもう少しこう増やすような形で、お耳にかかる回数を増やせるような感じにしていきたいなと思っています。4月から新スタッフとして加わりましたけれども、まだまだ富岡町のことは知らないことばっかりなので、ぜひこのラジオを聴いている皆さんから教えていただければなと思います。私は今回今20歳で、今のこの仕事が初めてのこう社会人としてのお仕事なんですよ。だからこういろいろわからないところも多いし、こう富岡町のことも私もあまりこう詳しくはわからないので、こういうラジオの番組とかを通してこういろんな面でいろんなことを知っていきたいなって思います。よろしくお願いします。